ものすごいでっかい魚を釣るよっていう感じがしますね。これで何フィートですか？これ7フィート、6フィート。7.6 フィート。ジョイントクリップ。For GT、バラクーダ、in バラクーダ、kind of big fish。まあまあ陸からでもできないのはあります。基本的には常にこういうのが、ポッピング、offshore and popping fishing。はい。それをキャストしてこう引いたら。Both fishing and cast plastic lure. It's very tough. もう僕を引っ張り上げるぐらいのつもりだ。もう上げる。これじゃ、これで。一応あの GT GT って魚が、はい、アジカのサイハイの、はい、取ってあげてほしいです。GT はこれで釣らんとあかんのか。まあ、これの下にもうまんなくやればやつもありますけど、ね、これがもう一番ハード、一番ハードのやつ。だからターゲットの中にナマズとかいました。はい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 、伝説の人食いナマズみたいな。あんなんも多分これやと思います。これで人食いナマズ藤岡弘が出てきそうな。まあ多分あれは餌やと思いますけどね。そんな動画も水曜スペシャルみたいな動画って言ったら面白いですね。水曜スペシャルどこ蛇が尻尾なの？指定人が出てる。そうそうそう。指定人狂気やがれ。でもパワーをちょっとね、試すにはそういうナマズとかもありやと思う。餌つけて、重りで投げて、そこを沈めて、また待ってたんですよ。待ってるんですよ。だからそれ面白いかも。だからフランスのね、ヨーロッパオナマズとか。ヨーロッパオナマズとか3メーターだったぐらいでしたっけ。こんなんじゃないですか、ね、300キロ。300キロ ?300 キロですね。食われちゃいますね。え、これいけますか？それ試してみたいですか。ああ。これ、そういうことで模型用じゃないの？水曜スペシャル。水曜スペシャル。シャレ多いの。サクとか作ってもらって。来たら、襲われるシーンとか作ってもらって。危ないオポジットでしたね。あ、なんかすごいとこ見ちゃった。難しいです。ああいうライトみたいなやつもあれば、こんなヘビーなサーモンもあるんですよ。セット。これはあのジャイアントキリン GXC76PGXX。PG means power gain。パワーギア、パワーゲイン、ゲイン、パワーゲイン。This is a tough hardest rod in major craft. Yes. Rod. We're gonna catch in India. It's like it could be GT and.何でしたっけ？バラクーダ。バラクーダ。キャットフィッシュ。バラクーダ。キャットフィッシュ。ビッグキャットフィッシュ。ビッグフィッシュ。Anyway, ビッグフィッシュ。Anyway, ビッグフィッシュ。モンスター。モンスターフィッシュ。うん。You can try it.